す。7時前です。見て、この景色。ぐっすり眠っちゃった。最高の天気ですよ。そしてこの景色。とりあえず朝飯ですかね。はい、今日の朝食でございます。昨日の余りですね。今日もパパッと食べて、パパッと出かけます。いただきます。改めまして、おはようございます。アメリカンビレッジとお別れしてきました。この後は国際通りに向かってみます。なんか公設市場が今移転してるのかな、新しく建て直すということで、それを見に行きたいと思います。では行ってきます。はい、着きました。運よくですね、公設市場の今の仮か、移転してる公設市場の前の駐車場に車を止めることができたので、まずはちょっと国際通り近辺を軽く散歩したいかなと考えております。いいですね、このシャッター街。まだ時間早いんで開いてない店多いですね。公設市場のね、場所がいまいち分かんなくなってます。着きました、これですね。これが建て替えられるのかな、建て替えられ何年後かに建て替えられて綺麗になるんでしょうね。私古い感じの雰囲気が好きだったんですけどね、まあしょうがないですね。放ってますよ、これ。いやいいよ、迷路。見てよ、この雰囲気。たまらん。思ったんですけど、国際通りからちょっと中の方に入ったお土産屋さんって結構目につきづらいところあるんですけど、国際通りより安い、同じ商品でも 20% オフとか普通にあるんで、これね、同じ商品同じこと2回言うけど、もしお土産買うときはね、国際通り沿いじゃなくてちょっと中に入った方がいいですね。マジで安い、 20% オフになる。びっくりしちゃった、今まで無駄してたわ。見てよこの雰囲気。あ、前去年ここ食いましたね、このソーキそば。確かそうだ、起きました。たまらないよ、すごいよこの路地裏。はい、これセブンイレブン沖縄にで見たの初めてかな。何号店だろうこれ。先ほどですね、すごいことが起きまして、私三宝堂というところで街の風景撮ってたんですけど、そしたらこの開放銀行かな、開放銀行の前にいたのかわかんないですけど、自転車に乗ったおじちゃんが何俺を撮ってんだって街中でいきなり叫び始めて、で信号が青になってもういきなり絡まれたんですよね。で、その後その写真見せたらおじちゃん写ってなくて全く。そしたらそのおじちゃんが
俺が使い方わからねえと思ってってもう理不尽なこと言い出して街中で怒鳴り合いになりました。で私と一緒にいた関係ない人まで巻き込んでその人に対してももうひどいことを言いまくって、ですっごいマジで俺もね初めて街中で怒鳴りましたね。で周りの人も止めてくれることもなく、あこれもう相手しても危険だわと思ってそのおじさんを放って歩きましたね。っていうことが国際通りで起きましたんで、もしあの国際通り観光の際はちょっとでも怪しそうな人がいたら気をつけてくださいね。撮影はまああのね実際そのおっちゃんのこと全然撮ってなかったけどね、全く撮ってなかったけどね。はい、最後に、公設市場の仮設ですかね、仮設の公設市場に来ました。ちょっとねあんまり大きくなさそうなんでパパーっと見て、国際通り出ちゃいます。これが2階ですね。やっぱり公設市場の雰囲気は保たれてますね。だいぶね後ろに扇風機あるから俺の声聞こえないかな。はい、国際通り終わりましたね。公設市場はまあ仮設っていうこともあり多少雰囲気は残ってましたけども、やっぱりあのね風情のある感じの公設市場は私は好きでしたね。で、今からですね沖縄に来たらいつも必ず食べている、沖縄そばを食べに向かっております。にしてもね先ほどのトラブルはねちょっと最終日にはショックでしたね。避けようのないトラブルというかあれどうしようもないよ。写真撮んなきゃよかったのかな。そんなことする？写真撮らないなんてことする観光客が。一応ね人物当然写るの嫌だから人は避けていつも撮影してますからね。こっちとて。着きました。こちらヤギ屋さん。ここのね沖縄そば好きなんですよ。よかった空いてて。この古民家風ですね。はい、ごちそうさまでした。やっぱヤギ屋さんいいな。ジューシーも美味しいし全部ね周りのセットがね美味しいですね。この後は近くの平和記念公園をねちょっと行って見て学んで、でもう少しだけ時間あるんでどこか行きます。では行ってきます。ちょっと平和記念公園場所が場所なのであまり撮影はしないようにします。はい、終わりまして、まだ時間がねあと3時間ぐらいあるので琉球ガラス村でも行こうかな。時間潰さないとねまずいっす。見てこれ、さっきまで晴天だったのにやばいやばい、超降ってる。これさすがに笑いますね。ひどすぎるこの雨。はい、さっきの大荒れの天気模様から空模様から無事回復しまして買い物も終わって結構思いのほか時間をね費やしてしまいまして、これから瀬長島ですね、
新しくなった瀬長島を見に行ってレンタカー返して空港かなという流れです。瀬長島着きました。左回りでぐるっと回った後になんかリゾート地みたいなところが出てくるので、あ、もう見えてきたな。あそこでちょっと写真撮影して終わろうかな。あ、混んでるな。はい、着きました。またいいですね、リゾート地みたいな感じでね。ちょっと歩きますか。はい、瀬長島もう終わりましたね。まだちょっと時間あるんで、車の中でゆっくりファンタを飲みながら時間潰して車返して空港ですね。あー、もう帰りたくない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 帰ります。はい、というわけで那覇空港を着きまして、ここから東京に帰ります。いやー、これ何分の動画になるんだろうな。あまりちょっと周りに人がいるんで大きな声出せないので、今回はこちらで動画を終了させていただきたいと思います。最終日にね、ちょっと予期せぬトラブルに巻き込まれてしまいましたけれども、やっぱり沖縄はお好きですね。1年に1回の贅沢、またすぐにでも行きたいですよね。よかったらチャンネル登録、高評価など概要欄からしていただけたら嬉しいです。ではまた次回の旅で、バイバイ。